はい、おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。今日は京都府京都市にありますスロット専門店、こちらダブルマックスさんにやってまいりました。そしてスロット専門店は前回に続き131話132話と2回連続になりますね。早速今日は抽選の方がこちらです。じゃーんというほどの番号じゃないんですけど、76番。まあ、今日はとにかく勝って街道日記連勝となれればなと思います。それではシーサの街道日記第132話よろしくお願いします。いきます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。もうメイン機種はほとんど埋まってます。バラエティを攻めようと今日は思ってましたので、バディリスクの最初のやつがあります。とりあえずマジハロ3ですね、押さえます。すごいですね、隣にはハーレム S2 があるという珍しいですよね。まあ、そんな中でマジハロ3、このバラエティコーナーでは割と新しめの台に入るんじゃないでしょうかね。マジハロ3を抑えました。まあ、久しぶりに朝一こちらの機種行きますけど、まあ、あとはこれだけ機種数がありますから、いいタイミングで動けていければなと思います。よし、今日は久しぶりにマジハロ3から行きたいと思います。久しぶり、相当久しぶりですね。ボーナス搭載の ART 機、まあ、現状の ART 機に比べれば非常に穏やかな ART 機になるんじゃないかという感じですね。ただこれ昨日も回数ついてるんですね。ビッグ21、レギュラー21、その前も20の19。古い台ではありますけれども、やはり人気の根強い種と言えるのではないでしょうか。これだけ動いてますからね、昨日と。当たりを繰り返してコンスタントにこう獲得枚数持ち込みを増やしていくというタイプの ART にはなるでしょうから、そういった意味でも、
今バジリスクが1台開きましたので来ました。443件ですね。今日は当たりゼロ。まずは2台目この台を行きたいと思います。まだ今日は当たりはレギュラーの1台のみですからね。まずはちょっとでもいい展開を早めに作らないと。投資は現在すでに850枚という状況です。バジリスクのハイエオ作文でも始めましょうか。あ、アイスだ。いかがなされましたか。
だけボーナスを引いてまだバレットバトルが1回もないというのはちょっときついっすね。よし、こいつ。覚えておられませんか。俺のバカ侵入者だ。見つけた。ここはもうラグナスが欲しいところではあります。レイ、こっちだ。侵入者だ。見つけたぜ。目が覚めたぜ。ラグナス突入。13ゲーム強チャンス目ってことはその後の中段ベルは強ベルですよね。いきます。さあ投資は1200枚、なんとかこれを伸ばせればまだ取り戻すチャンスはあります。ボーナスはいい感じで来てくれてますよね。短いゲーム数でさらにこの ART 中のレア役を重ねて上乗せボーナスと引いていかないと1200枚は簡単ではありませんよね。バレットバトル中のこのジェリック感が好きなんですよね。バレ
ット自体は1個しかなかったんですけれども、本当にラスト1ゲームのあのベルで10ゲームゲーム重ねて再びラグラッシュと、こういうシステムは打つで楽しいですね。タッチレーダーに反応少しずつ、なるほど、スタイル、ここはバレットベロでのバレットバトルになります。
そうだそうだ。すべての決意。サンセットで終了ですね。ラグンラッシュ。約700枚までは届いてないですけど。まあ1200枚の投資に対しても約半分を取り返して終了という結果でしたね。さあこれで持ちコインが約600枚、投資分まであと600枚。ブラックラグーンもいいですけど、一回ハマってしまえばまた飲まれてしまいますからね。ここでもう一回ちょっと周りの台を見てみたいと思います。ところまでは来てるんですけどね。あと600枚か。最後マジハロ3ピック3回ですもんね。座って15ゲームぐらいでビッグを引いて、マジカルチャンスでピン箱来て、そしてカボチャンスを消化してる間にもう1回ビッグを2回重ねればプラスですね。よし、最後マジハロ3で午前中のリベンジをしたいと思います。600枚飲まれるか、まあ、来るか、現状維持で交換するか。交換こちらですね。358枚、まあ、ちょっと時間的には早いですけども、今日はなんかこうまくりに行って大怪我しそうな予感もしますので、ここでやめます。1200枚投資があるので842枚、マイナスですね。はい、実践終了です。今日は初めてのダブルマックスさんでの街道日記でしたけれども、まあ、非常にバラエティの機種構成が豊富でいろいろ打ちたいなっていう気持ちもあって、朝からまずはマジハロ3、そしてまあその後バジリスク2、ブラックラグーン、そして最後は再びマジハロ3と、まあ、いろんな機種が打ててちょこちょこ当たりも来たんで非常に楽しかったんですけれども、結果的には交換の方がこちらです。358枚、投資の方が1200枚ありましたのでマイナス842枚ですね。842枚の、マイナスでした。マジハロ3に執着しすぎましたかね。まあでも途中ブラックラグーンでのいい流れもあったんで、実戦自体は今日は非常に楽しくできたなと。ただ負けたことに対しては非常に悔しいですので、まあ、またこちらダブルマックスさん来る機会があればリベンジさせていただきたいと思います。以上 C さんの街道日記第132話でした。